前何やってるんだよという厳しい言葉も言われ、何が正解か分からなくなり逃げ出したくなりました。話し合いを決めます。私はトヨタの最大の財産は人だと考えています。トヨタイムズの富川優太です。今回私はですね、トヨタ工業学園の卒業式に行ってまいりました。このトヨタというのはですね、漢字の地名ではなくて会社名なんですね。つまりトヨタのものづくりのプロを育成する学園ということなんですね。これまでにですね、およそ1万8000人が卒業していまして、現在も8500人ほどがトヨタで働いているということなんですが、彼らが学園で学ぶのは技術だけではないようなんですね。トヨタ流の教育の現場を取材しました。まず車を作るためには人を育てなければならない、この豊田喜一郎さんの思いをもとに設立されたトヨタ工業学園、2022年度の卒業式がこれから行われます。トヨタ工業学園の卒業式、高校部と専門部の246名が今後トヨタのものづくりの第一線の現場で働くために巣立ちの日を迎えました。126名、一糸乱れぬこの動き、すごいですね。たださぞかし厳しい規律があるのかと思いきや、学園では自主性を重んじる教育を行っているそうなんです。その秘密を知るために卒業式を目前に控えた学園の様子を取材させてもらいました。何やら難しそうな数字が並んでますね。こちらは1年生の電気基礎の授業になります。この教えている講師の方もですね、我々養成所のメンバーではなくてですね、社内の従業員の方が、授業の時に来ていただいて現場感覚を養うということで。なるほど、当時生産方式だとか改善だとか社員として必要な知識もこちらで教えております。そういう授業もあるんですね。はい、失礼します。すいません、こんにちは。今は何してるんですか？はい、今はこの機械を使ってパソコンでプログラミングを作って、実際に動かしてそのプログラミングが正しく動作するかっていう授業を受けています。はい、実際走らせてる。これ今どういうあれですか、想定ですか？15センチの距離でこの枠の中を一周して止めるっていう。ああ、ここで距離を取ってるんだ、このセンサーで。はい、これ成功。あとちょっとここずれてるので、ちょっとずれてるからダメ、これがダメ、これがちゃんと僕だったら絶対 OK ですよ、これ。これダメ、プログラムを改善して、はあ、もうちょっとこの角度とかを調整して、はい、ここに入ればいいんですよ。はあ、いいですね。改善って出てきますね、やっぱり。はい、じゃあ改善しましょう。はい、返事もいい。ありがとうございます。さすが。試行錯誤を見守っていたら僕も楽しくなってきました。そしておお、来た、今度こそ、よし、最後の角度を変えてましたよ。ここまでは一緒。さあ最後、ちょっと外に膨らんだ。セーフ。これは多分いいです。微妙ですけど、どんどん内側に来て、ほら枠の中入りましたね。入りました。おお、こうやって地道にやっていくんですね。はい、はい、こちらで実習やってるのはですね、高卒1年課程の専門生になります。はい、失礼します。こう見ると確かに授業っていうよりももう職場っていう感じがしますよね。従業員としての自覚を持ってもらうために皆さんトヨタの作業着を身につけていました。難しいですか？はい、難しいです。高校の時代やったことなかったやつなので、今年入ってから勉強してということでやってきたんですけど。福島県出身の木田さんは高校3年生の頃、通っていた高校でトヨタとの懇談会に参加したことがきっかけでトヨタで働きたいと考えるようになりました。趣味の南部鉄器の製鉄炉を作るなど、もともとものづくりが大好きだったそうです。
じゃあいろいろ今細かいことを突き詰めていかなきゃいけない作業とかもいっぱいあると思うんですけど、はい、それはじゃあ意外と楽しめるっていうことですね。はい、すごく楽しいです。合ってるんですね。はい。そもそも桑田さんと話していてトヨタに入りたいって思った理由っていうのは何ですか？ EV 車っていうものは聞くんですけど、その水素っていうのを聞いたのがこのトヨタ自動車で、私が知らなかったっていうのもあるんですが、初めて聞いたことでした。いろんな各地でその適した車があると思うんですけど、その適した車を一番考えてるのがトヨタなのかなっていうふうに思って、で私が配属されたところが品質整備ってところなんです。売るための車両の最終段階ってこともあるので、お客様に一番近いところで働いてるなって実感があって、そこで品質が悪いものを出してしまうとお客様第一ってことが守れないなっていうのがその職場実習ですごく分かりました。その笑顔で楽しんで品質を最後ね、はい、ちゃんとしっかりやってくれているとお客さんに届いた時多分分かりますよ、お客さんも。そうですか。そのものづくりを大好きっていうのを伝えていきたいなって思います。こちらでは卒業式の準備が進んでいました。あ、代表挨拶をする生徒さんですね。ちゃんと、まさにコロナ禍の高校生活になったわけじゃないですか、はい、どんな大変なことがありました？自分たちがコロナルールを改定し、それを紙にまとめて明確にして自分たちの口から伝えるってことを徹底してやっていきました。例えば時間制限で2時間だったりとか、なるべく大都市とかには行かないとか、そういう面で厳しいルールもありましたけど。トヨタはいいけど名古屋はダメみたいなそんな感じです。そんな感じ。いやでも、はい、ルールを決めたところで自分たちがちゃんとしなきゃいけないから、結局は自主性ですよね、はい、それはみんなちゃんと守ってくれた。守ってくれる人もいましたし、守ってくれない人も中にはいました。あ、難しかったですね。そうです。そこをまとめるのが大変でした。でもいよいよ卒業ですね、はいはい、半分寂しい気持ちもありますし、半分卒業して早くラインで働いてトヨタに貢献したいっていうのがあります。親がトヨタ自動車九州で塗装に行ってるんで、へ、自分もその親の背中を追って塗装に行きたいなと思って、はい、はあ、どんなとこがかっこよかったですか、お父さんの。誰かのために行動するってことがやっぱり昔からずっとできてて、自分のことも大切なんですけど、周りのことをしっかり見て行動していくっていうところが自分が父に憧れたところであります。笑顔はどっちが素敵ですか、お父さんと岡田君？負けてないです。僕は負けてない、はい、よかったいいですね。コロナ禍であっても自分たちで考えて行動をする、逆境の中で彼らは多くのことを学んだようですそして迎えた卒業の日、式には学園の OB でもある河合親父が出席。親父というのは尊敬と親しみを込めた呼び方で、現場で働く従業員たちの憧れの存在です。河合親父を前にいよいよ岡田くんの挨拶です。柔らかな春の兆しが感じられる今日この良き日に、高等部75期専門部33期は卒業します。私の家には先代を超えろ、代々受け継がれるこの言葉があります。その言葉通り父を超えたい、その思いを胸に地元福岡を離れました。しかしコロナの影響で入学式もできずに始まった学園生活、永遠訓練、海外研修までも中止となり、何もできずに終わってしまうのかという不安に追われる毎日。それでもいつかきっと必ずこの生活が終わる、そう自分に言い聞かせて過ごしてきました。私は学生会会長として今自分にできることを考え、この中での生活の終わりを待つということではなく、仲間のために自ら先陣を切ろうと努力しました。時にはぶつかり合い、お前何やってるんだよという厳しい言葉も言われ、何が正解か分からなくなり逃げ出したくなりました。しかし自ら先陣を切る、
そう決心して動いた以上、ここで投げ出しちゃいけない。そう思い直し、何度も何度も仲間と話し合い、歩み寄ることの大切さを実感しました。成功と失敗を繰り返し、感染防止対策をしながらも日常生活でできることを増やしていきました。ありがとうと声をかけてくれる仲間もいて、費やした時間が報われた気がしました。誰かのために行動した1年は、仲間から支えられていることに気づかされた1年でもありました。中2の冬、可愛い親父の本を読み、憧れた白い帽子、父を超えたい、そう誓って全力で過ごしてきた3年間、入学当時と違い、いくつかの試練を乗り越え、私は今ここに立っています。お父さん、私は少しでもお父さんに近づくことができたのでしょうか。いつか必ずお父さんのように白い帽子がかぶれるよう、もっともっと努力します。一日でも早く職場に必要とされる人材になれるよう努力し続けることをここで誓い、私たち246名は笑顔で卒業します。3年間ありがとうございました。親父を超えて白い帽子をかぶって、高岡で頑張ってください。はい、ありがとうございます。いやー、ジーンときました。今回出席が叶わなかった秋尾社長には、生徒みんなで作った陣羽織が贈られました。全員で作成しました。生徒を代表として挨拶しました。まずその姿をご覧になっていかがでした？まあ、立派に成長してくれたな。ちょっと売れてきますけども、はい、代々って言ってたんですけど、まあ、自分の親父も自分を超えろと、まあ、自分もだけそれを聞いて、まあ、学園に送り出すときは、まあ、父を超えてほしいという話をして送り出しました。白い帽子というのがやっぱり現場の長ということで、その憧れということで、河合さんの本を読んで、あの第一座という授業さんも学んでましたし、その時に私もちょうど白い帽子をかぶらせていただくことになったんで、トヨタイムズだったんですが、トヨタ工業学園のこういう今の卒業式の風景を見まして、まあ、自分も感動しまして、でその動画をすぐあの子供に見せたところ、すぐにですね、もう僕トヨタ工業学園に行きたいということを言ってくれてですね、卒業式でスピーチを言えるようになれればいいねっていうのを2人で話したんですよ。目標にしていたことができたっていうことで喜んでおりました。はい、ゆうたくんの笑顔はお父さん譲りなんですね。結構感情がこう高まってるような感じもしたんですけど、はい、今までのことを思い出しながら喋ってました。コロナでもやっぱこうやってやってきたっていう、まあ、そういう達成感というか、そんな仲間との日々を思い出してたらちょっと感情が出ちゃった感じです。お父さん、はい、いらして真ん中に座ってました、はい、見えました。見えました。遠い福岡からここまで来てくれて、本当に、まあ、いろいろ会社で忙しい中で来てもらって本当に感謝しています。これから先はトヨタ自動車の一員として働いてるんですけど、どんな夢を持ってますか？この学園で学んだことっていうのは、絶対に心としては絶対に変わっちゃいけないと思うんで、全力やりきるってことは、職場に行ってもこの学園卒業してもやっぱ学園卒業がスタートになるんで、いいスタートの切り出しができるために、まっすぐ前向いて全力で頑張っていきたいと思います。辛いこともたくさんあると思うんですけど、はい、絶対に笑顔を忘れずに、この笑顔があれば乗り切ることができます。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。ぜひ社長にありがお礼のお言葉を伝えたいということで、生徒来ましたので、はい、この陣羽織を自分たち学園生で一番一面全員で作って作らさせていただきました。これも、はい、着てる自分の姿が見れない。軽いね、軽い、うん、軽い、軽いけど重い、みんなが作った、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。
学園祭の皆さんね、ご卒業おめでとうございます。トヨタ学園がトヨタ自動車にある、ということは、私にとってものすごい誇りであるし、ものすごい強みでもあるし、ものすごい喜びでもあります。未来を作るのは自分たちだよっていうことをね、本当に、改めて社会人になってからもしっかりと肝に銘じ、若さという武器はね、皆さんが持っているものですから、ぜひともその武器とベテランの方々からも、謙虚に学ぶ、という両方を合わせていけば、きっと 1+1 が2ではなく3から4になっていくと思いますので、皆さんの力期待してますから頑張ってください。おめでとうございました。おめでとうございます。はい、頑張ろうね。頑張ろうね。おめでとうございます。これ、どうか。はい、おめでとうございました。新しい社員手帳に、陣羽織を羽織る姿、見られました。はい。どうでした？自分たち頑張って作ったっていうのがあるので、羽織っていただいて、とても嬉しいです。豊田明夫さん、どんな印象ですか？豊田明夫さん の、 その一つ一つの言葉、頑張ってくださいっていう言葉と、そのいつまでも見守ってくれているっていうのがすごい伝わってきて、これからも頑張っていこうっていう気持ちになれました。頑張ってね。はい、頑張ります。最後一言、ごめんなさい、明夫さん一言だけ、はい、卒業生から花束をもらった感想。僕はね、卒業生からはね、いつもね、未来を感じるエネルギーを得てるんですよ。彼らがね、安心して健康で、精一杯自分の好きなことがね、できる人生を送れるよう、自分としては今後も応援をしていきたいというふうに思います。卒業生の皆さん、おめでとうございました。そしてまた、ご両親の皆様方、彼ら彼女らは本当に頑張りました。褒めてあげてください。おめでとうございました。はい、はい。スタジオには卒業式にも参加されていました河合充エグゼクティブフェローにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。やっぱエグゼクティブフェローって言いにくいですね。やっぱり親父でいいですかね。親父の方が呼び慣れしてるんで、まずは親父本人のことについて聞いてまいります、はい、今ね、簡単に親父って私言ってしまってますけれども、親父っていうのは役職名でもあるんですよね。そうです。これはなぜこういった役職名ができたんですか？社長がね、豊田章男社長が現場では親父親父ってずっと言われてるから、はい、でやっぱり河合は親父がいいぞとまあ現場では昔から現場の白い帽子とかそういうのを親父親父って言ったんだよね、うん、そうなんですね。伝統なんですね。伝統です。僕ら入った頃に親父にこうしごかれたり、親父に教えてもらったり、で親父は一つのなんか職場の中の象徴みたいな人で、はい、いや私のことを副社長とか専務って言った人は一人もいないですよ。あ、そうですか。親父一家、じゃあ後ろから副社長って言われても振り返らない、うん、だからどんなに若い子でも誰が親父って呼んでも別に嫌な思いはしない。いや全然、むしろしっくりくるって、ね、肩書き言われるのはね、なんかねこそぼったいし名刺はちなみに親父、親父、あ、名刺も親父なんですね。そうです。あ、今持ってらっしゃいますか？あかっこいい。情熱と信頼、親父充。これ僕が書いた色紙と、へえ、あ、これ本当の、あ、頂戴いたします。すごい、本当に見てください、この名前の下、親父、初めて見ました。しかもひらがななのがいいですね。やっぱり裏は外国用の名刺になってるんですね。で、名前の下に親父ってローマ字で書かれてます。これ説明しなきゃいけないですよね、外国人の方にね。親父ですかね、はい。このまさにさっき現場のお話をされていましたけれども、もう現場一筋60年、はい、常に現場に居続けたということで、その副社長専務になっても執務室には行かずに、はい、本社ビルには行かずに工場内に部屋を作って、私もお邪魔しましたけれども、はいはい、やっぱりああいう事務所に入って座ってるとかなんかだと自分のね勘が鈍るような気がして、やっぱり音とか匂いとか、はい、その現場の空気、あの空気感でなんとなくその職場がうまくいってるとか職場がどんな状態っていうのが分かるんですよ。うん、まあ、6時行って
みんなと一緒に風呂入って、うん、みんなと食べて、で仕事をスタートするんだ。しかもあの従業員の皆さんにとってはあのちょっと言い方は変ですけども、出世していく親父の姿を現場でずっと見続けられるっていうのは励みにもなりますよね、はい。まあ、あの一番僕が驚いたのは専務だった時にね、まあ、社長が専務をやってくれた時に僕はあのダメですって30分断ったけど、後輩のために背負ってくれって言われたのね。じゃあ僕肩書きはいりなさいって言ったら、いや肩書きは持ってこないなんて、で後輩のために持ってくれってで持ったんですけど、一番喜んだのは先輩、うん、技能系の現場の人たち ね、私より素晴らしい人がいっぱい先輩にいたんだけど、うん、僕は初めて部長になったんですけど、うん、そういう時代でしたから、あの先輩たちがよくお前頑張ったなって僕に言ってくれた一言の後に、うん、社長偉いよな、あそうか、うん、自分たちの技能系でも認めてもらえたって、社長に会社に認めてもらえたって。今のお話の中でも出てきました、白い帽子を手にすると親父と言われる、うん、学園 の皆さんも白い帽子を目指すっていう言葉もありました、うん、実際にどんなものなのか今日持ってきていただいたと、はい、いうことで見せていただいてもよろしいですか。これです。あ、かぶっていただいて、これが学園の皆さんが目指している白い帽子。私もね、あの会社入った時に、養成校の時に、あのとにかくこの、まあ、帽子はもちろん校長がかぶるんですけど、その人柄っていうのは、その人の偉大さっていうのに惚れ込んで、すごい威厳を持っとって面倒見もいいし、その代わり自分がいいと思わない限りは下には絶対流さない、うん、部長が言っても課長が言っても、ね、自分がダメと思ったら絶対にダメ、すごく権限も持ってたし、毅然、うん、として仕事もよく知ってるし、部下の面倒もいい、いやすごい人、ああいう人になりたい、それが僕の白い帽子にこだわって、だからこそ、そうやって受け継いできたからこそ学園の皆さんが目指す存在であって、うん、はい、でも今ようやくね、そうやって自分でも目指しているっていう卒業生になれましたけれども、入学した時はまた全然違ったと思うんですね。その姿を見てらっしゃると思うんですけど、彼もね、今度立派にああいうね会長やってくれたけど、岡田君ですね、うん、この子もね、はい、僕も1年生の時、はい、入学式の時ね、覚えてらっしゃいますか。覚えてたんですよ、あれあんなにもう子供っぽいね中学生がこんなにね成長したかって。でやっぱり私も入学式卒業式毎年出てますけど、入学式に本当に可愛い僕たちが3年間であそこまで成長してチッとやってくれるご両親の顔を見てると本当に嬉しそうにね、あそこまで育ってくれたわね、あの佐藤もね、まあ官僚だと思うんで、卒業式もあれ練習しとったわけじゃなくて、あの一回だけ集まっただけですよ。そうなんですか。あそこの会場も訓練してるのかと思いました。ないですから、あそこ。へえ。朝の体操とか、はい、朝の、まあ、授業の時とか、そういう時に毎日やってることが集大成で あそこで出ただけで、決してあれ練習でやってるわけじゃないです。なるほど、ね、でやっぱりああいう規律を守ったりきちっとやるっていうのは、整理整頓するっていうのは、職場入ってから安全とかそういう品質とかいうものもきちっとものを置きなさい、少しでも傾いとったらそれはけつまずいて転ぶかもしれない、はい、うん、そういうのはやっぱりあの学園の中で全て教えていくっていう。なるほど。規律ってもちろん大事で皆さん学んでますけれども、はい、それだけじゃなくてやっぱり自主性を重んじてるっていうのは大きいんじゃないかなと思ってます、はいはい、そうです。やはりですね、まあ我々の頃はどちらかというと決められたことをトップでこうやって決められてずっとやってきた時代ですけど、今の子たちって発想がすごい豊かなんですよ。DX なんかも去年私は3月に幹部職みんな集まって、はい、幹部職の皆さんはもう60前後ぐらいから、うん、ですから
皆さんにお願いしたのは、皆さんは一切ね邪魔しないでくれって言った若い子を応援してやってくれ、はい、で DX 始めるのに若い人から手を挙げてやりたい人にやってもらおう、うん、そうしたら若い子たちが今すごいですよ、はい、現場行くと本当に目が生き生きしてやってる。だからそういうことをね、やっぱりああいう学生の時からいろいろ実践に何でも、ね、自分の思うことをトライしてよ、挑戦してよ、これ、まあ、こういう人を育てるっていうのも一つは大きな狙いです。まもなく4月になりますけれども、はい、学園の皆さんだけではなく新社会人の皆さんに親父からぜひエールをいただいてもよろしいでしょうか。はい、とにかくやはり挑戦する意欲ね、挑戦意欲をやっぱりしっかり持ってほしい。若い人たちにね、チャレンジ精神を持っていろんなことにチャレンジしてほしいな。さあ、そして続いてはですね、河合の親父が議長を務めました、はいはい、労使協議会についてお伝えします。1年の総決算、そして次の1年に向けてどんな話し合いが行われたんでしょうか。今労使メンバーがやってきました。おはようございます。世の中では値上げラッシュが続いていまして、実はですね、この私が着ているトヨタの作業着もですね、今は3168円で売店で買えるんですけれども、4月からは3800円に値上げされます。物価高が続く中でトヨタの労使交渉はどんな内容になるんでしょうか。これから労使協議会が始まります。それでは話し合いを始めます。本年の賃金と賞与は組合の要求通りの回答といたします。本当に今朝まで考え抜いて、先ほど新チーム全員の覚悟を確認して決断をいたしました。異例の初回満額回答から始まった今年の労使協議会、背景には佐藤次期社長のこんな思いがありました。トヨタの労使の関係の礎になっている話し合いを大事にするということに最大の時間をかけて、我々が話し合うことで行動を生んで何かを変えていくということのために、この時間を使いたいと。その思いを受け、労使協議会は自由闊達な話し合いの場に。2回目は家庭と仕事の両立など働き方の多様性について議論が交わされました。介護だったりだとか育児といったライフイベントがですね、どうしても働く上で制約となってしまって、両立を諦めざるを得ないという声もまだまだ聞いております。子供を産んで育児休暇を取ると会社の中では昇格が遅れてしまうというのは現実問題としてあると思います。まあ、皆さんから問題提起をされている、それも制度をどうやって充実させていくか、運用が健全にできるような、まあ、職場環境を、まあ、どうやって、まあ、理想説明も含めて見ていくかっていうのをちょっとぜひ議論しなきゃいけないなっていう。2時間に及んだこの日の話し合い、議長の河合親父からはこんな話も。近年に人が多様化したのではありません。昔から人っていうのは一人一人能力も知識も技能も得意不得意、またやりたいことも家族構成も趣味もみんな違います。しかし我々は成長期黙々と働いて、そういう中で規制や制約、多くの取り組み、この枠にはめられて育ってきました。やはり自分たちが育った環境からなかなか抜け出せない、そういうために部下からの申し入れや意見にね、即答できない、躊躇して一呼吸置いてしまう。こうした本音の話し合いこそがトヨタの労使協議会、全容はトヨタイムズで公開中です。そして最終回、佐藤次期社長が語ったのは目指すべき会社の姿でした。トヨタを
誰もがいつでも何度でも失敗を恐れずに挑戦できる会社にしていくことが、これから労使で取り組むべきことだと考えています。その実現に向けて、多様性、成長、貢献の3つを柱に、人事制度や仕組みの見直しを進めたいと思います。よく春闘という言葉をニュースで耳にすると思うんですけれども、はい、トヨタを見てみますとね、今年も賃金昇与については佐藤浩二次期社長が初回に満額回答するという異例の始まりでしたし、はいはい、2回目以降は労使メンバーの話し合いに長い時間を割かれていました、はいはい、これがトヨタの労使協議の場という形で、はいはい、春闘という戦いではないということですね。やはり我々若い頃は春闘というと、もうもんでね、立ってみんなで最後まで満額獲得に取るぞ、これを終始4回やってきたわけですよ、はい、で4回目にそのお金をね、うん、回答があるわけですけど、まあ、これをずっとやってきたのは事実で、それが2019年社長がやっぱり労使労働信頼もそのこんな距離感を感じたことないということを言われた時に、はっと自分たちが考えた時に、本当に両者は主張するだけだよな、本当に話し合いになってないよね。すっきりした話し合いっていうのは、明らかに1回目に回答して、あと次からお互いに両者でどういう課題に対して向き合ってやっていくんだ、これはすっきり一枚に話し合いができる。満額っていうことだから1回で終われるけど、これが満額でない場合はね、労使協のお話し合いもしないのに、その組合の提案に対ね、申し入れに対して半額じゃないかって言った時には、一回ではできないと思うんだけど、1年を通して会話してますよね。そうです。だからこそできるんじゃないかなと思うんですけど、もちろんそうです、はい、その年中もう職場の中でもやってるし、工場の中でもやってるし、役員から出向部行って出向部のみんなとやってるし、それをずっと続けてるから、うん、話し合いが本当にスムーズにいきますよね、はい、2回目の、労使協議の時にですね、上司と部下の関係ですとか働き方の多様について話し合われましたけれども、そこで親父がですね、近年人が多様化したわけではなく、幹部職や機関職の皆さんは規制や制約の枠にはめられて育ってきたと、だから部下からの意見や申し入れに対して躊躇して答えられていない現実があるんだという、上司と部下の関係性についてもお話しされていましたけれども、これからどういった関係性が大切だと思われますか。そうやって我々は育ってきちゃう、だからどうしてもその芯どっかで残ってるから、若い人が挑戦したいよ、よいや、やろうってすぐ即答できなくて、うんとなると、若い人たちって、ああこんなに困ったりね、あダメかで諦めちゃうわけですよ、ね、それちょっとの行き違いだけど、はい、僕はみんなすごく素晴らしい人間おるし、みんなそういう気持ち持ってるし、変わろう、今の時代若い人たちどんどん変わってるし、世の中も変わってる、そういうふうに自分も変わろうっていう意識はあるけど、ただ行動言動にさっとついてけんだけだから、ついてけなくたってお互いの気心が分かっとったら、それは2回目でも3回でも言えるわけで、はい、1回ダメでも、あ待てよって、次の日にね、あれどうって言ったら、おいいやろう、はい、ここで終わるんだけど、その1回目で終わるか、2回目も3回も一緒にそういう会話ができるか、それはコミュニケーションだ、信頼関係だから、そういうもう一歩進み込んだやっぱりコミュニケーションをね、取っていけば、それは僕は十分解決していくことだし、そんなに心配してないんですけど、もうそれは大事だと思うね、うん、今回の労使協議から佐藤次期社長が中心となって対話を進められました、はいはいはい、この新体制にどんな期待をされてますか。なんかすごくアットホームでいいなと思ったね、終わった瞬間に、うん、なんかいろいろのびのびみんなが発言してるし、躊躇なくいろんなことを鋭いことも言ってるし、
非常にムードがいいのかなと思います。チーム経営というのも新たな形ですけれども、うん、はいはい、トヨタの今後、このチーム経営でいく未来、どのように感じていらっしゃいますか？一番大きいのはこの14年間社長がやっぱり本当にいろんなことを改革改革いろんなことを変えてみえた。社長はすごくもうレベルが高くて感性のように次から次ひらめいてやっていかれるけど、はい、こんなことをね、今佐藤社長以下が豊田章男社長のようにはできないと思うんだね。これ今の社長の一人もみんなで助け合って継承していくぞっていうことで今スタートしてると思うんですね。これまで章男社長はしっかりそういうねことを見せていただいたんで、それを継承しながらさらに上にね進化していくと、もっと強い会社になると思います。そうなって皆さんが幸せを量産できる未来が来るといいですね、はいはい、今日は河合の親父にお越しいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。